お疲れちゃんスラットです。今日はですね、アップデートで、ね、バトルバナーが追加されたので、正解1位のバッチつけて潜ったら対戦相手はね、どんなリアクションするのか、はい、検証していきたいと思います。こちらですね、はい、グローバル大会で世界1位を取った時のやつですね。マルチのがね、そう、本当あるといいんですけど、マルチちょっと取ったことないので、そう、まあ、グロ隊の1位のね、はい、圧でちょっとねやっていこうと思います。で、他のカスタムは相手なんかしょぼそうな感じので行こうかな。なんかいろいろ手に入れたんですけども、まあまあまあ何でもいいやということでやっていきましょうか。で、デッキもまあ何でもいいんですけども、なんとなく結構勝ちたい、さすがにあのセガ1バッチのねアピールで行くので、今日は、はい、勝ちたいので、もう環境最強エルジャイで行きます。で、環境最強のエルジャイの方のアチャクイバージョンですね。なんかこれゴルナイバージョンもいるんですけど、てかゴルナイバージョンが7割ぐらいで、アチャクイバージョンが3割ぐらいなんですけど、まあ、ちょっとアチャクイバージョンあんまやったことなかったのと、多分動画で上げてるのもみんなゴルナイバージョンだと思うんでね。はい、相手コウモリです。コウモリ、俺のこの世界一の圧には、お、まさか来た。さあ、まさかが飛んでくる。1人目ビビってるぞ、これ相手今ビビって、ほらユニット出せない。しかもコウモリプロフィールに入れてたから、コウモリ入ってるんですよ。高回転。ちょっと、あー。やばい。普通に出てきたゴースト。やばい。しかも逆行った、着。やばい。動揺してる。なんで俺が、なんで俺のが動揺しとんねん。さあ、ペッコーかジンギかみたいな感じですね。このゴースト美味しいな。さあ、ただで金起動。うん。あー、ペッコーですね。しかも。え？待って待って、取るね。しかも、スケルトンまで巻き込んできた。うまっ。で、相手のデッキは何だ。さあ、まあ一応ちょっとさっきビビってたからな。ビビってる割には結構なんかイケイケなね攻めをしてくるっすね。いや、どうしよう。じゃあ一回大砲くわ。待って、俺の方がめっちゃビビってるかもしんねえ。ちょっと待ってよ。いや、ペッカだったら意外となんかね戦いにくいなんていう、嫌じゃない。さあ、一旦エリゼイですか。トルネがね、神器というか、うん、ドリルとかそっち系。あ、はい、ペッカやないかい。ゴリゴリペッカやないかい。マジかよ。いや、でもこれペッカに対しても勝てるんですよ。エリジャイ2体目いるんで。はい、これペッカ出せんのか。ここでペッカミラー来たらちょっとね、まあ今日考えてもいいが。さあ、13は強えぞこれ。エレキもユーノも全部解けるからな。いや、でもトルネがあんのか、すげえなトルネ。さあ、だがしかしよね、からのトルネード使ってるので、ここのボンバーが最強と。おー、これちょっとあえて殴らすか。よいしょ。ほい。ふっ。危ねえ。怖すぎ、怖すぎ、怖すぎ。さあ、気づけば、ライトニング4発 ?3 発ぐらいか。よしよしよし。さあ、こっからは、まあ、何やっても、前そうな気がするが、一旦 LJ ですか。LJ 出して、さあ、2周目じゃいね。行くよ、これ。相手、これだって、ペッカ出すしかないもんね、普通。普通はね。ペッカ出したら、あ、ほら、気づいた。あ、これ、2周目やべえって気づいたんですけど、でも相手はね、分かってるので、ここをぶっ破してきますね。普通は。よいしょ。そうですね。で、攻め取るねとかもしながら、そうですよね。さあ、お米が炊けた音が、もしかしたら動画内に入ってるかもしれないが、よし。いや、これはでも、守らして、いや、守ります。防衛ライト、ディンディンディン、うぅい。さあ、グッドゲーム。よしよし、まあまあ相手ビビってたんだね、微妙に。ややガチのややビビリスト。でもまさかが飛んできましたね、世界一のねアピール。これ2個ね持ってるプレイヤーもいますから、日本だと麦とかね、そう、海外にもいますから、ライトとか。世界一2個持ってたら圧やばいよね。2個はマジですごいな。欲しいっすけどね、僕も。欲しいよなーっていう、マジで。クララをやる上でのもう本当に、一つの目標ではあるっすけどね。世界一は。マジでレベル高い。うん。さあ、あいだ、ペッカちゃん、何もついてね。見ろ、この世界一。どやっとこうかな。どうしようかな。さあ、おー、いいな。全然動揺してね。なんなら、こいつ世界一か言うて。こいつ倒したら俺の方が世界一や言うて。さあ、何のデッキ行くんだ。いや、でも相手、
1バッチつけてると相手初手からなかなかすぐ動いてこねえな、これ。やっぱビビってる説ない。そんなことないのか。さあ、何も出てこねえ。一旦出すか。さあ、このデッキはもうね、エレジャイアチャクイエレジャイが最強なんですよ。そう、エレジャイ出して、エレジャイに対してまあなんかで対応してくるところをアチャクイで対応しつつ、もう一回エレジャイ切るっていう、チート戦術がね、あー、マジで暇だな、これ。なんで俺エレジャイないんだろう、このタイミングで。さあ、これはもうカードサイクルの運が悪いだけなので、しょうがないです。いや、ここゴーレムできるだけ溶かしたいな。さあ、からの、なんか残りの、いつかの大砲でなんとかなりそう。あ、ワンチャンゴーレム、あ、待って、危ない危ない。ライトニングトートしてる。さあ、これ、え、結構いいスケルトンかと思いきや、よいしょー！オッケー！緊起動して、あれ、ライト打っちゃう？打たなくてもいいけどな、ぶっちゃけ。打っても良さそうだよね。あー、打っても良さそうでしたね。さあ、まあ、でも、全然いいでしょう。キング起動したので、俺のが圧倒的有利ですね。さあ、一旦暇なので、カード出しながら、本当はね、マジ、エレジャイ、圧着エレジャイ、このサイクルを作りたい。うん。まあ、出す。これ、エリババいねえのかな？ランバーゴルナイだけかな？なんなら、多分呪文がないかもしれないですね、今回泣いて。いや、さあ、これ強いよ。これ、両サイエリジャー行くだけだもんな、俺。さあ、行ってらっしゃい。あ、諦めた！諦めちった、これ。これは何？これ、エリジャーの圧に諦めたのかな、これ。それとも、世界1位のバッチに、みたいな。そんなことはねえか。もしかしたらでもあるよね。うわ、エレジャー生きて、普通だったら、いやー、なんやこれ、とか思いながら、ちょっと頑張ろうかな、みたいな。なるけど、いや、電波か。いや、こいつでも世界一バッチついてたしな。さすがに無理か、っていう。この、バッチの圧力。いや、でも、電波か。いや、わかりづれえな、なんか。さあ。よし、エレジェイ壊れてますね、本当に。ただただなんか、エレジェイが杖だけの動画になりそうな。まあまあ、バッチのね、アピ。さあ、来たよ。おお、なんかいろいろでもついてんな。How to win？ どうやって勝つ？つって。ピースしとこう。アピール。おい、同人な、なかなか。全然動じんな、相手。ああ。こいつ強えわ。全然帰ってこんわ、スタンプ。珍しいわ、一個も帰ってこん。ミュートか？さあ、アイスイズ来た。まあ、これはね、わかんないね。スケラクロス、ゴレ。ぐらいかな。さあ、まあ、スケラクロス、じゃあ、スケラゴレ。どっちかなーよ。ここでスケラ来るとちょっと嫌だけど。さあ、まあ、スケラかゴレと。で、スケラかゴレと。これ、ポイズン来たら、はい、スケラ。スケルトンラッシュです。まあまあまあ。これ、ね、どう守られるんだろう。お？そんなアイスイズまで使ってくれたら、エリジェイ出しちゃう。さあ、今回の相手は動じません。俺のこんな、しょうもねえ企画の、ね、1位バッジなんかにね、ビビったりしねえんすよ。ここでね、本当は墓石とか使ってくれるとね。お！来た来た来た！これっすよ、これ。この2周目エレジェイがね、きついんすよね。お主。で、ベビドラもしっかり範囲に入れてあげてね。いやー、守られんのか、あれは。いや、防衛うまいぞ。防衛うめえな。やべえな。これ、もうワンテンポぐらいエレジャイ遅れて行くともっと良かったかもね。墓石が壊れるぐらい。まあまあ、エレジャイ圧着エレジャイしとけばいいだけなんで僕は。ここでベビドラ来ても圧着いで、みたいなね。一回ここで防衛して、さらにもう一回攻めれるやばいよね。あ、でもここはさすがに普通に守っちゃう。逮捕出しちゃう。
よし、頑張れ頑張れ頑張れ。さてやばいかな。いや一回入れちゃいい。いやこれ勝てます。エレジャイだって相手つらいでしょさすがに。同彩の方がいい気がしましたね。まあいいや。はい、さあ墓石さえ壊してしまえばきついんちゃう。どっちが、いやいい防衛すんな。やっぱこれセパらない方がいいっす。気づいた今さら、今さら気づいたな。さあ大砲で、大砲じゃやばい、耐えれない。痛い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 痛。さあエレジャイ、これちょっと強えな。さあでもここは止めます。うわー撃っとくか、カウンター予防です。落ち着いてんな相手。耐えろ。30秒。この大砲で耐えれる。やばい、いやうまい。1バッチつけてると煽られます。はい、検証パターン B、 すごい煽られます。泣いてます、すごいです。あーすごい、外そうかなこれ。やばいね、1バッチ外した方がいいかもしんないな。鬼煽られますわ。あ、そんなんで1バッチつけてんじゃねえよって。まあそういうこともねあるみたいで、はい、ちょっと辛いですねこれ。バッチつけてる分にはやっぱ勝たなきゃね、勝たなきゃいけんな。さあ次の相手は生き生きした毎日ペッカラブだ。これ絶対バナーペッカでね、下の3つラムにベビにユーノだったっけ。もうペッカラムやんセット。これでペッカラムじゃなかったらすごいよ、もうペッカやん絶対。さあさすがにペッカだろ、これペッカじゃなかったら、ね、意味わかんない。どういうことってなっちゃう。いやペッカじゃん、あペッカ工場の方かもしんないね、ペッカラムじゃなくて今回は。さあどうしようかな、相手がペッカピョーンって出してくれたらすごいありがたいんですけども、まあ出してこないと思うのでそう簡単にはね。圧着優秀やな。さあケツから、うん、いやーこのエレキは金ケットできなそうだな、ダメージ入ってるんで。来るぞこれペッカが、来ない、端前か。おい、ボンバーを本気でやりに来てる。よいしょー、いいよ。ここを何で受けてくるんだ、ペッカだなこれ。ほっ、さあお賛否して、これもだってさエレキともう一個に、まあトルネかライトかどっちがいいだろうな。ライトの方が良さそうだな。ペッカ黄色、ペッカ黄色、
オッケー、終わりました。じゃあタワーまで行けばな。マジで強えな。行けばね。そう、なんか2体いるとね、やっぱ両サイズもしたくなっちゃうんですけど、ね、さっきの試合みたいな。多分両サイズもね、まあ、相手によってはいいかもしれないけど、ああいう施設持ちには良くなかったかもしれないな。よいしょ。これね、防衛ライトをしとかないとマジアチちょっと怖いですからね。さあ、陸受けが豊富すぎるよと。チョキーン。よいしょ。さあ、これもう守るだけです。マジアチャぐらいがこの辺に。いやー、いい位置だな。お願い、ファイブはやめて。ガイン。いやー、強っ。なんかズルしてる気分になるわ。まあ、してるんですけどね、ほぼ。エリージャイは。いやー、グッドゲーム言える大人よ。ほんとに。さあ、普通にエリージャイで勝ってます。まあ負けたらものすごい煽られる、ボコボコされる。700位ついてんぞ。そこそこにやるぞこいつ、強いぞ。フィッシャー程度、どういうこと。さあ宝石来た、宝石リベンジだ。宝石には同彩がいいっぽいですね。うん、これはあちゃ食い出してユニット来たらエレジャイ蓋、バルーン来たら大砲取るね。ほんで、あ、来た。ちょうどいい。大砲いて。透明なっとくか、一応。怖いんでね。いいよ。エリジャが強い。バナーには全然なんもね。なかったけど反応。おー、拍手してくれてる、嬉しい。さあ CRL スタンプ、ニョン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 。いや、音あるのでも熱いな、これ。いつも音なしで撮ってたからね、音あるのがもう違和感があるね。さあラボ掘り、まあ一旦行くか。これなんかもう行きゃいいんじゃねっていう。あんま考えん方がええやろっていう。これ別にあっちゃ食いなら一回出せるからでしょ。これ終わったっすよ。そんなラバル組んだら、このジジイかける2よ。守れんのか、守れんのか。よいしょ。俺もこのバルーンどうしようって感じなんだけど、まあ、攻めこそがね、最大の防御みたいな言葉があるように、攻めとけばええねん。ポッキポッキー、2本、トントンでいくのかあいつは。さあ逃がさないわよ、しっかりね。見えてるよ。おい、したいことをね理解してます。これなんか一緒に行けば終わりそうだな。ほい、マジエリシャイ使い始めるとね、プレイよ。ああ、すんごい荒ぶってる。おい、さあグッドゲーム。まあ1位バッチついてると諦めるの前に早いな。まあ今のはもう無理か。オーケー、いいんちゃう、いいんちゃう。まあエレジャーが壊れてまーす。さあ連敗よ、何もついてない。さあどうだ、この1位の圧はどうだ。おー、全然やばい、やばい、ミスターいけない。連敗王、眠りの森、よろしく。クエコグ、キョスケか26ホグか、まあどっちかって感じですね。一旦エレジャン行こうや、キング起動したしね。アゴホグ来たらと思ったけど、キョスケですね。これ大砲にライトニングって、あとは休憩。あ、でも圧着いるな、これ圧着いがいるから、どうしよう。そう、圧着がいるんですね。圧着の方が厄介。
なんならカウンターがね来ちゃう。これ爆当たらんなんじゃない？お前やめろ。オッケー、うまい、うまいな。うわー、さあ勝てるのでしょうか。まあ一応トルネもあるから、いやー勝てんのか。グッドゲームなんか辛そうな香りをしてんな。よいしょ。さあまあエレジャイをあとは出すだけなんですけど、僕は言うて巨スキアチャクイ大砲突破できないんですよね。ってなった時に、まあ、クエイク削り対ライトニング削りになるかな。これ普通に嫌なんですよ。あ、この大砲をやってるっすね。なぜなら僕もう一回エリジェイ出せるんですよ。これ行ってこい、ジジイ。これ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 がちょっと強いね。ちょっとじゃねえか。大砲回そうとしてる、ね、よしよし。でトルネで吸って、よし。いや13、えぐー。あ、神相性かこれこれやばいよなマジで。エレジャイアチャクエレジャイのこの理論がダメなんですよねマジで。そうエレジャイエレジャイはまあ許されないんだけど、ギリ許すとして、このねエレジェイ出して一回アチャクイ出しとるやんっていう。なのにもう一回エレジェイいける。ああ、勝って回られるのか1位バッジはね。うん、まあええんちゃう、勝ってるし。さあということで12勝ですね、ここ勝てば。さあ西野七瀬さんだ。あれだ、乃木坂、欅、日向坂、乃木坂です。よろしく。相手もね、もう一旦何も出してこないのかと思いきや、一旦の雑費。さあ支援隊ロークかキョロイですね。トリトン持ってんのかな。でも雑費いないならもうエリジェイ出しとくっすよ。おお、迫撃ザッピー、これ特殊っすねマジ。めったに見ないです。これ気早めに消えたよ。あースケラかな、迫撃スケラーのザッピー的な。これ今言ってザッピーファイボー、いやザッピーもあるか。迫撃とザッピー両方なのがちょっと嫌っすね。いやームートもちょっと厄介なんですけども、まあ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 、こちらもうねズリーデッキ使ってんすからね、はい、ちょっと気合で突破しますか。やべ、変なボンバーしてもうた。さあファイブを使った後のアチャクイは単純に受けがきつそうなると、このミリ残りの13は結構強いです。いや13パンチがすげえ。これトルネまでやってダメージ稼いじゃう。相手1枚1枚がちょっと重いっすね。迫撃スケラのまあスケキンムートザッピー、いやーファイって感じか。うん、まあ、ケツエリジャイした瞬間のスケラーがどうにもできないぐらいだな、俺。さあ。さあ、大ピンチです。これザッピーちゃん、ザッピーちゃんやばいなマジ。ザッピーちゃんねマジ。あの子をどうするか。まあ一旦迫撃置いて、迫撃じゃねえよそれ、相手ボンバーで守りたいよと。
あーやばい、マジで全然ダメージ取る気ない。一旦ヒマライト打って、これ攻めちゃおう。で守る。ワンチャンありそうだな。ワンチャンありそうだよ。なんか着衣が、いやダメ、強いなそれ。めっちゃワンチャンありそうだけど、ここで多分ね2周目エリジャー行くべきだったかもしれない。最大守ってくる。いやワンチャンありそうじゃない。ありそうに見えるが全然通らない。ライトニング、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 無理。すごい、これはねきつかったっすね。鉄壁出たな、鉄壁出た出た出た、きつい。さあということで世界一バッチに、はい、つけていくと検証結果はものすごい煽られます。はい、あとは相手がねビビってくれます多分。ということで今回の動画は以上になります。よければチャンネル登録もお願いします。ではお疲れ様でした。またねー。